ミドルサークルとは、かつてロンドンで運行されていた列車の運行系統の名称である。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、現在主にロンドン地下鉄の複数の路線になっている複数の鉄道の線路を直通運転していた。完全な環状は形成していなかったが、ロンドンの都心部を周回し、また多くの区間で路線を共有していた。 インナーサークルになぞらえてこの名が使用されていた。そのルートは多くの区間でインナーサークルと同じ路線を走行しつつ西側部分のみ外側に膨らんで走行するというものである。ミドルサークルの路線及び他のサークル系統メトロポリタン鉄道、ハマースミスワンドシティ鉄道、ウェストロンドン鉄道、メトロポリタンディストリクト鉄道の線路を直通運転する列車で h c r と MDR によって列車は運行されていた。各社の線路ともに既存の鉄道路線を使用され、また鉄道会社による他の運行系統と線路を共有していた。なお、ミドルサークルは多くの列車が運行されたものの、独自の路線としては路線図には記されなかった。20世紀の初めには最初の地下鉄路線図が制作されたが、 路線が明確に記されたものはないようである。この系統は1872年8月1日に運行を開始した。当初は当時のインナーサークルの終端と同じムーアゲートストリート駅とマンションハウス駅の間を経由を変えて走行した。具体的にはムーアゲートストリート駅からインナーサークル北側の MR の線路をビショップスロードまでそこから H&CR の線路をラティメールロード駅まで、そして現在廃止された連絡線を経由した後、そこから WLR の線路をアディションロード駅まで、そしてそこから MDR の路線をマンションハウス駅まで走行するものであった。MR がムーアゲートストリート駅から西に延伸した際には、これに伴ってミドルサークルの北側の運転区間も延長された。 1875年7月12日には、ムーアゲートストリート駅からビショップスゲート駅に、1876年12月4日からはアルドゲート駅が一方の終点となった。しかし、1900年7月1日には、運転区間が短縮され、もう一方の終点がマンションハウス駅からアールズコート駅とされた。さらに1905年2月1日には再び、 短縮され、アディションロード駅が終点となった。結局、1906年11月4日には直通運転が廃止され、事実上、ミドルサークルは運行を中止した。ただし、ミドルサークルの運行されていた各区間で MR と MDR の列車が他の系統を運行していた。九百五十年十月十九日、ウェストロンドン線の複数の駅が空襲による被害を、 受けたため運行を終了した際に、ミドルサークルが使用したラティメールロード駅と WLR の間の連絡線も使用中よされた。この連絡線は1960年代には、ウエストクロスルート高速道路の建設用地に転用するために撤去されている。ありがとうございます。